これって、マジでウクライナ軍が勝つんじゃないですか？ウクライナとロシアの戦争は、プーチン大統領の処理能力をパンクさせているようです。というのも、西側諸国からの支援兵器が届いてから、ウクライナの反撃作戦が開始され、順調にことが進んでいるからです。そして、プーチン率いるロシア軍は、ウクライナ軍の戦略をことごとく読み間違えて、最近では大きな戦果を上げられていません。つまり、彼らの作戦は失敗続きです。それどころか、ウクライナは、東部の重要な場所である、クビヤンスクの奪還に成功しました。これまで、南部戦線が、彼らの主な反撃作戦の場所だと思われていましたが、この奪還により、実は、ウクライナ軍が本当に守りたかったのは東部では？という憶測も飛び交い始めました。今回は、プーチン大統領の言動と、彼が見誤ったウクライナ軍の本格的な反撃場所について見ていきましょう。プーチン大統領は、特別軍事作戦について、極東ウラジオストクの東方経済フォーラムで演説を行いました。彼はその場で、その作戦について、我々は何も失っていないし、何も失わない。我々が主に得たものは主権の強化だ。と話しています。しかし、アメリカ当局者2人は、このフォーラムが行われる1週間前に、機密区分が格下げされた情報をもとに、ロシアは、ウクライナで著しい兵員不足に見舞われていて、兵力増強の方法を模索しているとの見方を示していました。イギリスのウォレス国防省の声明では、開戦以来、2万5000人を超えるロシア兵が死亡したとの推計も明らかにしています。プーチン大統領は、何も失っていないと話している割に、ロシア国内では、せっせと兵士を集めているんです。このことについて、同国で、徴兵問題を専門に扱う人権団体の幹部が、こんなことをぶっちゃけていました。プーチン氏は、ウクライナ侵略作戦に派遣する兵員を確保するために、国内の大企業などを対象に、契約軍人として志願させる従業員数のノルマを割り当て始めたようだ。こんなロシア側にとって、都合の悪い事実を、人権団体だからといって、ペラペラ話しちゃって大丈夫なんでしょうか。気がついたら行方不明になってる、なんてこともありそうで、心配になります。そして、国営のロシア鉄道も、1万人を集めるよう指示されたと話しちゃってます。しかも、彼らは、内部情報として、待遇などの詳細が書かれた文書も公表しました。契約軍人になってくれた人には、会社側と、ロシア国防省が、日本円で、92万円の一時金を支払い、従軍中は、月給約69万円や、ボーナスの支給などを約束しているんだそうです。プーチン政権は、強制動員による国民の反発を警戒して、いろんな方法で志願兵を集めていますが、なかなかうまくいっていないのが現状なようです。どのような方法を使ったとしても、本人が最終的に志願したという形にすれば、問題ないというのが、プーチン大統領の考え方であることがわかりますね。そして、開戦してからというもの、ロシア国内では、企業経営者などの不審死が、続々と明るみになっています。だけど、そのほとんどが自殺か、あるいは他殺だとしても、犯人は、誰一人として見つかっていません。心苦しいですが、暗殺されたと見るべきでしょう。このように、プーチン大統領の強気の発言とは裏腹に、国内では、多くの不審死が続出。そして、志願兵を募っている彼らですが、志願兵を集めるということは、兵が足りていないことを意味します。つまり、この結果からわかることは、戦争において、ロシア側が劣勢に立たされているということです。現在、戦場で何が起こっているのか、戦争研究所の発表している戦況レポートをもとに見ていきましょう。赤く彩られている部分が、ロシア軍が侵攻して現在占領している地域です。前の動画でもご紹介させていただきましたが、これまでは、ウクライナ軍の反撃として、南部戦線では、ドニプロ川が一つ、重要なポイントとなっていました。この川を渡るための橋を破壊することによって、ロシア軍は、陸の孤島に閉じ込められた状態となります。そして、このウクライナ軍の攻撃は、めちゃくちゃうまくいくはずだとお話しさせていただきました。
しかし、ウクライナ軍の本当に攻撃したかった場所は、ここではなかったかもしれません。というのも、東部戦線、ハルキウ南東の地域で、彼らは大きな前進を見せています。イジューム・トリマンは、ロシア軍が占領している一大拠点です。そして、今回ウクライナ軍が強襲したのは、バラクレアという町です。激しい攻防戦が始まったという話が出てから、すぐに、ウクライナ軍がこの町に入り、守備隊を追っ払ったという情報が出てきています。これは、他の町の攻防戦と比べると、情報封鎖が、めちゃくちゃうまくいった結果だと考えられます。そして、バラクレアをサクッと攻略できたことには、一つ理由があるようです。この町を守っていたのは、主に、二つの部隊となります。一つは、自称、ルガンスク人民共和国の民兵部隊で、ぶっちゃけると、全く訓練が行われていない部隊と言われています。そして、もう一つの部隊が、ロシア国家親衛隊です。彼らは、本来、国境警備や治安維持を行う部隊で、ロシア連邦軍には所属していません。そのため、ウクライナ軍の強襲に対応することができず、部隊は統率を取ることができず、逃げ遅れたロシア軍の中佐が降伏したようです。また、町を守るための兵器は、あるにはあったようですが、兵士が逃げ出してしまったため、ウクライナ軍は、戦車の奪取にも成功していたと言われています。そして、バラクレアを攻略するにあたって、おとり作戦も実施されていました。それが、バラクレアの南、ドネツ川を挟んで、リマンに対する攻撃です。ドネツ川は、両軍の境界線で、大きな橋は、すでにほとんど破壊されている状態でした。なので、戦車や装甲車は、川を渡ることができなかったんです。そこで、ウクライナ軍は、ボートを使って対岸に渡り、リマンに強襲をすることをロシア軍にほのめかしました。彼らが仮に撃退するための部隊を派遣しても、ウクライナ軍は、ボートで速攻逃げれば、戦車や装甲車で追うことはできないので、同軍は、この地域におけるゲリラ戦を有効に活用することができました。そのため、ロシア軍の注意を南部に向けることで、バラクレアへの強襲は成功したと見られています。しかし、ウクライナの狙いは、バラクレアではなかったようです。ここは、あくまで、ロシア軍の守りが薄いところを突く、始まりの一手だったと考えられます。すでにバラクレアを攻略した戦車や装甲車は、シェフチェンコバへ向けて進軍を開始しているようです。この素早い進軍を支えているのが、戦車や装甲車に、歩兵がどんどんと乗り込んで移動するタンクデサントです。前線地域には、ロシア軍の守備陣地がもちろん存在します。ですが、陣地全体に、鉄壁の防御があるわけではありません。なので、守備の固いところを突破してしまえば、まとまって移動をすることで、主要な町から町へと一気に移動することができるんです。そのため、ウクライナ軍の進行スピードは、とても速くなっていると言われています。そして、彼らの進軍先は、クビアンスクという町です。東部戦線では、イジューム、リマンがロシア軍の一大拠点です。クビアンスクは、これら拠点の補給路に、重要な場所となります。そして、ウクライナ当局は、10日、クビアンスクの奪還に成功したと発表しています。まだ、イジュームにたどり着いたという報告はありませんが、ロシア関係者の情報では、イジュームでも、ロシア軍に、撤退の動きがあるとのことです。これらの場所を抑えてしまえば、大きな幹線道路を使って、たくさんの物資を運ぶことができるので、ロシアの補給効率は、だだ下がりになるでしょう。そうなれば、ロシア軍の戦闘能力は、どんどん低下していきます。そして、このウクライナ軍の動きは、これまでの戦いと、全く異なっています。これまでの戦況を振り返ると、ロシア軍の方が、砲撃戦を主体として、陣地や町を壊滅させた後に前進する、第一次世界大戦時のような戦い方を主体としていました。その理由は、両軍とも対空兵器の保有数に余裕があったこと、そして航空戦力をうまく活かせなかったからです。そのため、地上戦が主体となっていました。しかし、現在、ウクライナ軍は第二次世界大戦時のような電撃作戦を行っています。このような作戦を実施することができたのは、
2つの条件が重なったからです。その条件とは、ロシア軍が空爆を本格化させることは難しい、情報戦はウクライナ側の方が有利ということです。これまでウクライナ軍にはたくさんの兵器が支援されてきました。その中には対レーダーミサイルなど、ロシア軍の防空網を麻痺させるような兵器があります。そのため同軍の陸上戦力が大きく前進したとしても、彼らは空爆を本格化させることが難しくなりました。また情報面でも、自国の地理を熟知しているウクライナに軍配が上がります。そしてロシアがウクライナ国内に作った軍民政府のような民兵部隊は、戦闘力がめちゃくちゃ低いので、命の危険を感じれば兵器や装備を置いてさっさと逃げ出してしまいます。ウクライナ軍はこの2つの条件を有効に作用させて、最も弱いところを見事に打ち破ったんです。この成功は、現地にいるパルチザンの情報などをもとに分析して攻撃を仕掛けたと考えられます。そして情報戦に関してもう一つ言えることは、南部に目を向けさせたことが真の目的を達成する要素となったのだと思います。海外メディアや日本メディアも南部戦線をフォーカスしていたように、ロシア自体もその情報に踊らされた結果、東部の正規軍が南に送り込まれたことで弱点を突かれたといったところです。なので南に意識が向いている間に東部一点突破の電撃戦を行ったということは、全体構想から見ても様々な地点で反撃作戦が用意されていて、状況を見ながら作戦を決行したのでしょう。ウクライナの指揮官がとても優秀ってことですね。一方、プーチン大統領に異を唱えるエキスパートたちを次々と排除している素人軍団と化したロシアは、効率性や合理性よりも政治色の強い軍事作戦なので、うまくいくはずがありません。政治的な目的を念頭に、ウクライナの首都キーウを目指して進軍し、これに失敗。ドンバス地方は我々のものだと宣言し、ルハンシュク州、ドネツク州に対する攻撃を強化しましたが、これも中途半端。おまけに南部の重要港であるオデーサへの進軍も失敗。戦争戦略をきちんと立てない彼らは軍事的な合理性に欠けているので、何をやってもうまくいきません。ロシアとウクライナはこうした政治と軍事の絡み合いがあまりにも対照的です。ここに前の動画でもご紹介させていただいた退役将校のレオニード・イワショフ氏が、ロシア軍の指揮官にいたら万事休すといったところだったと思いますが、プーチンさんの周りには経験の足りない見せかけ軍人しかいません。なので彼が考え方を改めない限り、己の望む戦果はこれからも得られないと思います。さて、それでは最後に今回の話題について日本から寄せられたコメントを一部ですがご紹介します。まさかの電撃戦、ウクライナ軍の周期構成は広範な情報収集と分析が元になっているんでしょうが、まさにハインツ・グデーリアントドツ参謀本部の戦術を彷彿とさせるものがありますね。この大攻勢、いつまで続くものかは分かりませんが、できるだけ早く失われた領土を取り返してほしいものです。ウクライナ軍は戦上手です。東部はバルチザンの活躍あってこその情報戦、電撃戦につなげました。ウクライナ軍だけでなく、守備隊、義勇軍、そしてパルチザンだけでなく、ロシア軍の動きを報告しているウクライナ国民の愛国心は凄まじいものがあります。これは NATO が作戦立案してるんだと思う。ウクライナ軍が優勢のような印象を受けるんだけど、実際はどうなのか気になる。侵略から守る戦いで、西側から武器の供与を受けるウクライナ、独裁者が侵略を行うロシア、第二次世界大戦の独ソ戦、そのまんま歴史は繰り返される。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、この戦果はウクライナ軍にとって明るい話題ですね。たくさんの犠牲の上にある戦果なので、もろ手を挙げて喜ぶことははばかられますが、国を守るという強い意志が彼らを成功へと導きました。我々の国では以前に比べてウクライナに関する報道が減りましたが、私たちはロシアの戦い方を注視する必要があります。今はまだ噂レベルですが、北海道を奪いに来る、
なんて言っている評論家もいらっしゃいますしね。明日は我が身だと警戒しています。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。